は10秒で描けジャニーズイラスト。終わってる。いやめっちゃうまい。すごい10秒でこれが出ます。はい、毎度美少関西でーす。お願いします。皆さん最近絵を描いたりする機会はありますか？ねえよ。あ、でも年末年始のメッセージカードみたいなんで絵描いたら。あ、描いたね。描いたしね。ということで今回挑戦する企画を発表したいと思います。10秒で描けジャニーズイラスト。はい、まず1人会長役と4人絵を描く役に分かれて、ジャニーズの先輩は後輩がお題として出題されますので、その各側の4人は10秒でそのお題の人物を描いてください。そして回答側はメンバーを指定して1枚ずつ見ていって、1枚目で正解すると10ポイント、2枚目で正解すると5ポイント、3人目で正解すると2ポイント、4人目で正解すると1ポイントという。おー、わかりやすい。絵を描く方も、まあ、めくられて、その自分の絵を見て正解してもらえたらポイントもらえます。1枚目めくられた人のヒントと2枚目のめくられた人のヒントが、あ、じゃあこういうことかってなったら1枚目の人もポイントもらえます。もらえます。それはもらえます。それでは早速1人目のお題の方を出していただきましょう。お願いします。はい、ということでいきます。よーい、スタート。はい、や10秒短い。まずみんな隠してるので、そう、ふざれのよくね。おわ、終わってる。いやめっちゃうまい。え、めっちゃうまいんだ。似てるわ。似てるって言うのもどうなんでしょうその結構特徴というか、え、どこを特徴的に描いたの？この毛流れの感じとか目は、この感じ、そう、目もそうやし、まあこの顔の形もこんな。誰やねん。向井康二。違います。誰やねん。でもちょっと待って。まあまあ。これで無理やったらだいぶきついぞ。いや、次は俺の2円。いや、あ、じゃあタックか。いくぜ。おっ、いやね、はい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 。誰やねん。なんで？いや、でも。これに合わせたらいけるいける。放ってるオーラっていうか、まとってそれに過ぎちゃう。それはジャニーズやから。いきます。はい、木村拓哉です。違います。終わってるの？3人目でクリアしたら、はい、とは絶対あかん。2ポイントです。じゃん。ルークよりは俺よりやな。え、ゾウの帽子かもしれない。横向いたゾウの帽子かもしれない。え、でも割と。じゃあ、はい、ちょっと、はい、こちらです。まずこっちを描いた。まず帽子やろ。まずこっちを描いた。一緒だ。本当。そう。いけるん？自分らいけるの？これ。なんもないじゃん。4回も先に答え回答権だったらいけた。神宮寺君。知らない。誰やねん。帽子かぶってるイメージないって神宮寺。知らんって。帽子かぶってるジャニーズなんておらん。はい、じゃあ正解を発表したいと思います。こちらの方です。じゃあ東山さん。あ、なるほど。じゃあ2人目のお題の方はこちらです。じゃん。おお、マジ？いきます。よーい、スタート。はい、俺も似てる。え、俺めっちゃ似てる。俺もある。俺もじゃあまず、ふうさん。はい、これですね。すごい、10秒でこれが出ますぞ。はい、めっちゃすごいなんですよ、10秒でこれが出る。すごい、すごいな。カメラしてる。違う。サングラス。じゃあ、西村さん見るか。いくで。はい。あ、おー、分かるの？え、いい？って言って。じゅんたくん。違います。ね、え、じゃあ、とは？いくよ。じゃあ、なんかちょっとセクシーに裸させてる。菊池風磨くん。正解！こんなの見ます？見ます。はい、こちら。よかったよ。めっちゃ似てる。よかった。でもさ、あの、
って。なんかさ、あの柔軟剤、あの洗濯のさ、あの CM こんな感じしちゃう。どっちで分かるって。いやでも一発目これだと俺泣いてるわ。お願いします。あ、俺も言ってた。え、マジ俺言ってた。結構悩ましいんだけど。え、みんなイメージはついた。はい、それでは、大さんも水沢さんのターンでスタート。このね、どんぐらい欠けてる感があるかも全然わかるから。はい、俺はもう欠けてる。とりあえず、グーがめくっとかんことには。僕、こんなの切り口まで一緒。はぁ、いや、この口、これわかる。これも切り口、これよ、これやって。はい、来た。これ来たかもしれない。横山さん、うお前、見て、うわぁ、え、すごいな。お前、普通の男なんこや。おしゃれなこんなの。あー、こんなの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 そういう言い方だ。無理。じゃあ、さっさ、問題お願いします。もうこんな問題でいいやん。はい、じゃあよーい、スタート。やばい、俺もう完璧。ガチで来てくれ。やばい、ガチで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 。いい風味、これうますぎる。いや、ガチで、これやばい。一発で当てようと思ったら、ここじゃあルークにしようかな。ありがとうございます。少しもいただきました。いや、だあいつ言わんけど、まあ、お題分かってないからな。そっちじゃない。分かったら聞いてよ。え、メドロ君。うわー、おお、なんで。え、似てた。テクノカット。あー、髪型すぎる。カーブ、カーブ、カーブ、あったら見てくれよ。サイレント、サイレント、シーズン、シーズン、ここじゃない。あ、じゃあサイレント、サイレント。やばいよ。ここ俺らも、俺らもだってほら、これ世界ってすごい。お前でも、ただこ誰かわからない。わかるやん、アミ君かもしれない。アミ君やったらおっていいじゃん。はい、これはこれは、サイズの方と、あの、目黒くしするっていう。あー、目黒ムスカ大佐。でも、サングラスか。ムスカ大佐やん、それ。ごめん、お願いします。うわー、よしよし、やった。ごめん、俺ちょっと行きますよ、みんなで。よーい、スタート。できた。これじゃないよ。ガチとは、ガチとは。でも時間余らせてたで。それ以外いらんねんってぐらい、じゃあ自信あるかもしれない。じゃあ、あー、はい、重岡くん。あー、分かった。しゃあ、こういうことよ。え、これでも分かったよ。あ、分かるわ。知恵が、え、あ、嘘、ベレスだ。いや、これは、コタちゃんにめくってもらって全然違う絵あるっていうのを狙ってました。あ、いや、危なコタちゃん、危なかった。コタちゃん、危なかった。絵うまい、めくられてる。クーさんのお題、お願いします。あー、もう終わりやん。スタート。誰も信じれへんわ、これ。ごめん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 。いや、でもガチで自信ない。これはどう？あー、いいかもしれない。あー、これどう？ほら。はい、じゃあ、行くで。おー、行く。意味伝わる。あ、切りよ。で、これでくるから。あー、これでくったら。なるほど、いきます。はい、だめだよ。はい、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 うまい。今までの絵の傾向的にさ、ここまで話す事故って書いてる人おらんねん、たぶん。あ、かわいいか。違う。あ、じゃあもう無理。もう無理や。じゃあもう向こう2枚目くっちゃっても意味ない。2枚同時めくりでもいいよ。あと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 、怖かい。意味ないって、意味ないって。え、どういう意図で描いたの、たくやま。いや、その意図は汲み取れてると思う。富山くんと河合くんって笑いするから。笑い声よ。ジェシーくん正解。
え、まあ、やっぱオタちゃんなんだ。オタちゃん。こいつだ。こいつわざとやってる。俺切れ長の面を描こうと思ったよ。そうだってなんか真面目に絵描いてんのに勝ち目ない。だから今からは一番目に当ててもらった人から3ポイント1ポイント1ポイント5ポイント OKOK していくので、オッケーオッケー、ちょっとお題の人お願いします。任せろ。え、何それみんな。スタート。ごめん、似顔絵っていうのはごめん。俺、なんでめっちゃうまい。どう？うまい。めっちゃうまい。俺やん。じゃあ、ふーさん。お、いや、俺めっちゃうまい。どう？めっちゃうまい。めっちゃうまい。今連れてる。めっちゃうまい。もう、でも、もうこれがめちゃくちゃなあれやから、もう名前喋らんとくで、俺が。小滝くん。やんぜやな。違います。こいつ。じゃあ、西村さん。怒れるやつ、似てるやん、怒れるやん。俺より情報多いやん、そんな。道枝くん、正解なっ。ちなみにそう、ほら。あぶねえ。いやいや、足長い、これと足長いさ、あったら。いや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 、長身よ。いや、俺、襟足で分かった。え、やろう。それ、パーマ。ああ。トワさんの2周目、お題お願いします。といえば、おお、いや、でもといえばってありますよ。といえば4文字で何？よーい、スタート。あ、ってこと難しいってことか。わーみたいな感じじゃなかったもんな。難しいんやろうな。終了。はい、うわ、待って、これや、俺天才かもしれん。まあ、とりあえず西村くん、ほい。とりあえずたこ焼きがあるな。だからイラストクイズみたいなことやな。あ、すごい、日本語やな。強し、違います。じゃあ、いや、俺もじゃあめくってもわかるかも。いや、でもループがいいじゃん。ループがいい。じゃあループいい。じゃあループいい。じゃあループいきます。え、いい、オークラップ。おー、違う。ハットコタちゃんももおらやん。おー、もうこれやん。そうやね、コタちゃんいいね。え、フーがコタちゃんのフリ強いの。うん、じゃあお題をお願いします。じゃん。あ、はい。あ、これもえ、こんなん簡単じゃん。簡単かも。よーい、スタート。じゃあもう、ま、何回も考えていくで、うん、ルーク。あ、あ、中島健太くん。おお、すごっ。そんなレベルでわかる。バラだな。全部バラやな。どうもバラやな。中島健太くん、わかるやろ。俺バラが加えてる。でも俺正直コタちゃんめくっての他の人が一番安心するとか。コタちゃんほんまにちゃんと似顔絵だ。ちゃんと似顔絵だ。でもわからん感じはする。ゆち。そうやね、それかな。あ、うん、俺もそれもそれだ。あ、親毛かな。ラスト問題、コトちゃん2周目のお題はこちらです。じゃん。ただ難しい。難しい。オッケー、いける。ナイス。よーい、スタート。おーい、うわ、やばい。ブサ行こうか。はい、ルポ。似てる。普通に似てるな。あ、そういうことないか。5人のグループ結構多いな。わかるでしょ。うまいな。丸山くんで。違います。あー、違う。じゃあとは言っとく。はい、これやばい。あー、いは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 い、はい、え、二宮くん正解。ほらー、はい、ルークが正々堂々と二宮くん。松本君の番手。俺が、あ、虹、ピアノ。
似顔絵ちゃうけど。そうだったらこうやったら絶対分かると思う。結果が出ました。はい、はい、1位は28点で西村君。あ、じゃあ2位19点で僕島君。はい、絵うまい人が得するっていうわけでもなく、するのはチャオチャオで優勝したご褒美企画。チャオチャオね、はい、フーガの食べたいもの当てましょう。あいいですね。いただきます。いけ。うわうまい。これはうまいよ。いいな。お願いします。いただきます。はい、ということで、リトル関西の10秒でジャニーズイラストでした。